SLC-37B から打ち上げられるゴーズ1 5 2 0 1 0 3 4ゴーズ1 5は以前はゴーズ p として知られたアメリカ海洋大気庁が運用する正式小衛星ゴーズシリーズの一つである。ボーイング社によって製造された BSS-601 衛星バスの3機のゴーズ衛星の中で最後の機体である。他の b s s 6 0 1ゴーズ衛星は2006年5月打ち上げの ゴーズ十13、2009年6月に打ち上げられたゴーズ十14である。これまでに計1 6機のゴーズ衛星が打ち上げられた。ゴーズ十15はデルタ 4M ロケットの頭部に搭載されて、ケープカナベラル空軍基地第37発射施設から打ち上げられた。3月4日23時57分 GMT に打ち上げられ、正式軌道へ3月16日に投入され、 ゴーズ15として再指定された。現在は打ち上げ後の試験を行い、他のゴーズ衛星の故障に備えて待機している。打ち上げ時の重量は3 2 3 8ラムだった。設計寿命は10年で、電力は1枚のガリウムヒ素対応電池から2 3ットが供給される。A24 セルのニッケル水素蓄電池が搭載されており、食に入る 時間帯の電力の供給に使用される。g o ズ s 1 5に搭載される、観測機器として5チャンネルの複数波長カメラで、可視光と赤外線で撮影し、大気の温度や水分を観測し、太陽 X 線カメラで、太陽フレアを検出指示機械、宇宙マイクロ波背景放射、家電粒子の観測装置も備える。メディアを再生する打ち上げのビデオ、ありがとうございます。